初球打ち、レフト見送った、満塁ホームラン、今シーズンの第1号が矢野健二グランドスラムになりました。初球から男矢野健二、そのボールを叩きました。巨人の奇跡の逆転優勝に向けて矢野健二が風を吹き込みます。8対2になりました。素晴らしいですよね。ジャイアンツにはもともとこの爆発力があるわけですから、それはやっぱりゲームを作っていくためにはまずバッテリーが試合を抑えて作っていくことですね。で、我慢していればこういう試合展開になってくるということですよね。そうですね、はい。